はい、詐欺好きな新潟人の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、ビールですね。これはね、外国のビールですね。ブロイベルグです。これどこで買ったんだっけな、忘れたな。原材料がバクアトホップで、原産国がドイツ。アルコール度数が 4.5%。ドイツの伝統製法で作られた麦芽 100% のドイツ産ビールとなってます。どこで買ったの？なんかイオンで売ってたような気もしないでもない。忘れたな。まあいいか。ドイツのビールってね、なんかうまいっていう感覚があるんだけど、でも実は大しておいしくなかったりするのもあるんで、内側にうまいとは言えないんですよ。やっぱなんだかんだ日本のビールが一番うまいっていう、なんだかんだで日本人に合った、日本人の味覚に合ったね、ビールが一番うまい。ということです。今日は、柿の種のわさび味。これも好きですね。はい、それじゃあ乾杯。うん。美味しい。おーっと、危ない。コースターだった。危ない。美味しい。かな？うん。ドイツにしては珍しく、そこまで、濃いっていうか、その、濃厚なやつじゃない。あっさりした感じのやつだね。ブロイベルグ。うん。ちょっとラガーっぽいな。うん、苦味も。そう。そんなにない。あ、ピルスナーだそうです。あ、やっぱピルスナーか。なんかあんまり日本のビールとあんま変わんないなって感じたんで。日本初上陸、ビール大国ドイツの本格ピルスナーだって。1本あたり178円。だそうです。うん。はい。まあ、値段が安いね。178円か。微妙。まあ、安いっていうか、まあね。そういえば最近、ちょっとイラッとくる、ニュースがありまして。うん、最近、いじめで、まあ、いわゆる自殺したっていうなんか、ニュースあったでしょ。あれの、
いわゆる、あれですよ、教師がさ、ね、教師のなんか連絡帳みたいなね、に、いじめられてる、ね、のをなんか、さ、書いてるのにもかかわらず、その教師は、なんか、ほぼ無視みたいな感じでさ、ね、ありましたけど、あれ一体何なのあれ。お前ほんと教師なのって。でさ、個人的に思うんだけど、そのいじめでさ、中学確か2年生なんだよね。そのあれは。中に自殺した人が中学2年生で。でさ、いじめられて自殺してさ、でさ、その、いじめた当の本人はさ、何にもさ、おとがめなしでさ、ね。なんかこれ、おかしいよなって。ね、教師、まあ悪いっていうのもまあわかるんだけど。それ以上にやっぱいじめられた、いじめたその本人を調査してさ、いわゆる間接的に人殺してるわけだ。そういう法律作れよ。マジで。いじめて人間が自殺したら、もうそいつ懲役、10年とか、できるような法律作ってほしいよね。で、あと、いじめ動画投稿の女子中学生を逮捕。男子生徒が複数の同級生から足を蹴られるなどいじめを受けている様子の動画が、仲間内で閲覧できるスマホのアプリに統合され、14歳の女子生徒逮捕。でさ、これ逮捕されてるんだよ。いじめ動画投稿しただけで逮捕されてるんですよ。じゃあ何？さっきの話の、その、いじめられて死んでるわけですよ。死んでるのにおとがめなしっておかしくない？こっちは逮捕されてんだよね。いじめ動画投稿しただけで逮捕されてんだよ。ね？それなのに、いじめて、投稿してなくて、その、ね、そういうの一切なし。で、人死んでる、自殺しました。で、当の本人は、おとがめなしです。わけわからないでしょ。どうなってんのこの、日本の法律は。なあ。これよりかもっと重いでしょだって。人死んでんだからさ。いじめられたや、いじめた動画をこう、投稿しただけで。ね。まあ、これも確かに悪いけど。これで逮捕するぐらいだったら、もっと自殺してる人もいるんだからね。そっちの方もちゃんと調査して、で、当然のごとく、まあ、自殺、その関連した、その、いわゆるいじめた本人を捕まえ、逮捕して、もう懲役何年、10年とかしてしまえばいい。そうしねえとこんないじめなんて絶対なくなんねえんだから。ねえ。ふざけんなって話よ。しかも最近じゃ、いじめた、まとめニュースで見ましたけど、まとめサイトで見たけど、いじめて、いじめたことをなんか、別に、
悪いとは思ってないみたいな。犯罪とは思ってないっていう人が、半数以上いるらしい。女子中学生の 59.5% が自殺に追い込むのは犯罪とは思わないって回答してるらしいですね。女子高生の 45.5% が他人を侮辱するのは犯罪と思わない。女子中学生の 59.5% が自殺に追い込むのは犯罪と思わないって。どういうことじゃん？どういうこっちゃねんって。もう半数以上ですよ。自殺に追い込んでも犯罪に当たると思ってないって。それどうなってんの？こいつは人間かよって。しかも女子中学生が一番多い。59.5%、男子中学生が 34.1%。 女子中学生が一番多いですね。犯罪に当たると思ってない。自殺に追い込んどいて、犯罪にだと思ってないって。それ悪魔か、悪魔か何かの魂売り払ったんですか。ちょっと頭がおかしいとしか思えない。どんだけ女子中学生クソなんだよ。いう話よ。うん。本当にふざけやがってよ。どうなってるんでしょうか。だいたいさ、毎日のようにさ、なんか、自殺したりとかさ、まあ、いじめでさ、死んでる人も結構いるわけでしょ。それなのに、なんでかさ、国は対策しないんでしょうかね。もっと法律強化すればいいと思うよ。もう中学生以上なんだから、小学生とは断然違うでしょ。全然違うでしょ。もう自分が悪いことやったって意識を当然持ってるわけだから。ね。てか悪いことをやってるっていう自覚がなかったとしてもちょっと、それはそれでおかしいんだけど。悪いかいいかなんて区別つくでしょ。ね。それで人死んでんだからね。当然罰せられるべきだと思いますけど。まあ、俺だったら、まあ、自殺した人間、まあ、死んでるんだからね。まあ、いわゆる間接的に殺してるわけだから。まあ、でも、それで考えても、まあ、懲役10年ぐらいは、ね、服役してもらわないとね、少年院にちょっと、10年ぐらい、服役してもらいたいぐらいですけどね。マジで。まあ、ということですが、皆さんどうでしょう？
まあ俺はね、結構いじめられてた方なんで、人間ですからね。まあいじめについてはちょっと、あれです。厳しくいきます。まあ大体いじめる方なんていうのは、ちょっと、あれですよ。大体同級みたいな奴らが大多数ですけど。あいつらはもう大体ね、まあね、いろいろと頭がおかしい。本当に。なぜその、自分がやられて辛いことを他人にやって喜んでいるのかって。ちょっとなんか、犯罪者的な匂いが。まあその時点で犯罪なんだけどさ。まあ大体がしてね、いじめられて、警察を呼べない、そのか、あの学校っていうか今の現代社会がおかしいとは思うんだけど。普通に学校でもさ、警察呼べるような感じにすればいい。普通に。でも今までさ、いじめられましたって言って警察呼ぶ人間いないでしょ。なんで呼ばないかっていうと、誰も呼んだことないからです。その、呼ぶっていう、その、あれがやっぱおかしいっていう。今まで誰も呼んだことない。ので、その呼ぶに呼べないっていう、その、ね、感じになってると思う。だから、一応立派な犯罪ですからね。傷害罪ですから。でも多分警察呼んでもおそらく対応してくれんのかな？してくれないと思うね、俺は。学校でいじめられましたって言って、今いじめられてるんです。警察来てください。言っても多分何も対応してくれないと思うよ、警察も。おそらく。もうその社会になってる。日本自体がもう多分おかしいと思う。国が、2334です。ご視聴ありがとうございました。